チェスキーナ、長江洋子は、日本、イタリアのハープ奏者。音楽家のパトロンとしての活動でも知られた。熊本県玉名郡玉東町出身。熊本県立第一高等女学校で学んだ後、1952年に熊本大学教育学部附属小学校の代用教員となる。1954年、東京芸術大学のハープ科に入学。 その後、同大学を休学し、東京交響楽団で、ハープ奏者として活動する。1960年から、イタリアのベネツヤに留学し、1977年には、資産家のレンツオ・チェスキーナと結婚。1982年に、夫が死去した後、裁判を経て300億円の遺産を相続し、特殊家として活動するようになる。 NHK 公共楽団のヨーロッパツアー、米国ツアーのサポート、ニューヨークフィルハーモニックの北朝鮮公演に多大な貢献をした。また、ロシアマリーンスキー新劇場の建設に巨額の寄付を行った。2013年には、熊本県近代文化功労者となり、2014年には、ロシアの友好勲章を受賞した。2015年1月10日、ローマの病院で死去。 同年8月5日、バレリー・ケルギエフ式、東京交響楽団の追悼演奏会が、サントリーホールにて行われ、チャイコフスキーの交響曲第6番、悲壮が演奏された。ありがとうございます。